公益社団法人東京青年会議所が東京都民向けに今年4月に行ったアンケートにおいて、東京都が今後優先して推進すべきと考える施策の中に、都議の定数削減を含む無駄遣いの削減という項目があります。こちらについて考えを述べてください。はい、こんにちは。日本共産党から立候補を予定しています、米倉春奈、25歳です。多くの都民の皆さんが税金の無駄遣いやめてほしいと願っていらっしゃいます。この東京都のお金は私たちが一生懸命働いて納めてきた税金なわけですから、無駄遣いやめてほしいというのは当然の思いです。そもそも地方自治体の責務は住民の福祉の増進です。お金はきちんと暮らし福祉支えるためにこそ使っていくべきです。しかし今年猪瀬知事が発表した3カ年プランでは、全事業費の3割を大型開発に割く一方で、肝心の少子化対策、高齢社会対策には 2%、3% です。今東京都は1メートル1億円もかかる大型高速道路にお金をつぎ込もうとしています。渋滞解消のためだと言ってきましたが、実際には渋滞解消には役に立ちません。こんな道路に今東京都と国で1兆円ものお金つぎ込もうとしています。この 7.5% のお金で今深刻な待機児童3万人が入れるだけの認可保育園作ることができます。都心には土地がないとも東京都は言ってきましたが、東京ドーム128個分東京都は使っていない土地持っているんです。今こそこの東京都の大きな力、大型開発ではなく私たちの暮らし支えるために使わせていくべきです。